平たい峠、カモがいます。カエル鳴き止みました。振り返ってます。断念するつもり、登頂できてよかったです。集落に入ったよ。田んぼ戻ってます。13時、林道から行けるんでしょう。明るくなりました。分岐を左、セメント道、あるいは笠山だ。ここまで車入れます。山頂見えるかな。小さな池、峠かな。下ります。水が流れてます。ガマズミ、ウツギの花小さいです。山道入り口どこかな。車旋回できます。ここみたいですね。13時12分、えぐれ道、雲がくっついた。シダ通れますように。杭があります。はっきりした道です。小峰かな。あっちの山が高いです。下りたくないけど、すぐに暗部。小峰、うわー、山が見えます。風が吹いて気持ちいいです。遠くに中国山地、お空観山でしょうか。あれが河原小屋山では。すると三倉岳、おや、植林ですか。参道の木なんでしょう。岩が見えますよ。右に岩があります。もしかして着いたの。社ですね。13時33分、ありがとうございます。山頂へ。三角点あるかな。あれ、三角点は。いくつか山道があるみたいです。ゴンギ山山頂ですよね。三角点ないんだ。574メートル、河原運んだんですね。正面から風が吹いてきます。近くの岩に行ってみます。広い岩です。20畳岩かな。でも高い木で展望はダメ。権現社の方です。木が高いですね。下にも岩が見えます。同じ道です。やはりここが展望いいです。木漏れ日あります。鳥がいました。林道まで下り。昨日はよく晴れたんですがね。今日2万歩活動しました。ここはお参り登山ですね。本当に夏でなくてよかったです。えぐれ道、13時53分、林道、山道使いましょう。峠があるのかな。こっち行けるの。シダ、シダらないと厳しいです。楽したいから階段作ってあるんですよね。杭があって峠かな。13時57分、集落に下ります。これは限界ツツジかな。岩場です。建物見えるけど、自然林の道。ここに倒木。麓の音。
墓地でした。田んぼが見えます。少し足を痛めてます。14時12分、タンポポの種、麓に降りてきました。こっから出てきました。横に鳥居、帰りの道へ白爪草、ダニワ地区の景色です。風が正面から来て気持ちいい。のどかです。これから稲が大きくなります。権現山が見えてるのかな。ここはお寺です。あそこに降りてきました。川沿いの道でいいはず。民家から離れます。植林の車道、前回この道に出たかったんですが、池があります。結構広いです。車道の分岐、上り坂、分岐です。右の山道、確かこの辺だったはず。この先は禁止。懐かしい道です。だいぶ前の記憶。14時34分、ここは左下、綺麗な道、右に沢、こっちにも沢、倒木などもあります。杭がたくさん続きます。ここは小屋でもあったんでしょうか。石積み、椿、渡ります。すぐにまた渡ります。大きな岩、気持ちいい風、曲がりくねってます。また川です。夏は涼しそう。川沿いの道、また渡ります。浪標、読めなかったです。また渡るんですね。イメージ通りの川の南側、濡れてる道多いです。ここに目印、上でしょうね。ここでまた渡るんだ。注意して渡りました。川の南側、どんどん下りましょう。目印はあります。また川そば、昔からの山道、ゆっくり歩いてます。火事注意でした。いい道なんだけどね、足に負担かかっています。だからゆっくりと。中白山の分岐、何回か通ってますね。こっからおなじみ舗装路。15時35分、大膳川沿い、天気は曇っています。15時48分、3万1000歩超えました。大膳川、桑駅に向かいます。金継事故かな。江川です。16時5分、桑駅。